あっちってことでいいかな。はい、あっち気になるしね。はいはい、それではあっち行きます。杖の男と外国人。杖の男が引き金を引こうとした瞬間だった。アチはとっさに瞳を背中に隠した。一発かますんなら俺からだろうが。瞳をかばいながら叫んだ。急に杖の男の頭がガクンと揺れた。なんか林修さんに似てたな。崩れるように路上に倒れると、背後には一人の外国人が立っていた。その手には鉄製の棒が握られている。どうなってんねん。あれで杖の男の後頭部に一撃を入れたようだ。あれ、瞳の知り合い。瞳は目を見開いている。ワゴンに行けって言った人、ほら交差点で。じゃあな。お、でもそいつがどうして助けてくれたんだ。わかりません。外国人はじっとアチを見つめている。アチは外国人に近づいていった。悪いな、助かったぜ。なんかよくわかんねえけど。あかん、近寄ったらあかん。お、外国人が突然鉄製の棒でついてきた。なんとか紙一重で棒の先を避けた。やっぱ。アチは瞳を後方へ退かせた。拳で語り合うきゃねえみたいだな。拳を握ってファイティングポーズを取った。危ないです、瞳が震える声で言う。心配ね、ただの棒じゃねえか。こいつをとっ捕まえて姉ちゃんの居場所を聞き出してやる。アチは外国人と一定の距離を取りながら睨み合う。棒の長さの分だけ相手の方がリーチが長い。まともに打ち合ったら勝負にならないだろう。一発で決めるしかない。外国人が一気に踏み込んできた。今だ。最小限の動きで振り下ろされた鉄棒をかわし、思い切り左フックを顎にぶち込む。おお。道具を持ってるやつって自分が有利だと思って油断するんだよね。拳をブラブラと振りながら倒れている外国人を見下ろした。破れた洋服の袖からタトゥーが覗いている。スカルって書いてんのかな、骸骨。ほら、まだまだ残業の時間ですよって。さっさと起き上がれ。てめえには聞きてえことがあるんだ。アチが男の胸ぐらを掴もうと近づいた。と上半身を起こした外国人が懐から拳銃を抜いた。あら、そんなのも持ってたんだ。思わず数歩後ずさりした。外国人の瞳は怒りに満ちている。今すぐにでも引き金を引きそうだった。その時、うわ、意識を取り戻した杖の男が拳銃を外国人に向けて構えた。外国人は杖の男に気を取られた。突き蹴り。アチは拳銃を持っている手に鋭く蹴りを放った。外国人の手から拳銃が弾け飛ぶ。外国人は舌打ちすると再び鉄棒を握りしめた。ところが襲いかかった相手はアチたち ではなく杖の男の方だった。どういうことなんやろ。なんだ。呆然とするアチたちの目の前で外国人と杖の男がやり合っている。今のうちに。アチは瞳の手を引いて走り出した。なんなんやろ。どうなってんやろ。ああ、ねえ、全く別、そういうことやな。別杖の男たちから逃げ延びたものの、アチと瞳の間には微妙な空気が流れていた。先ほどから瞳は深刻な顔をして口を閉ざしたままだった。その女を殺すことはお前のためでもある。アチの脳裏に杖の男の言葉がよみがえった。あのよ、ためらいがちにアチが沈黙を破った。さっきのあれなんだけど。ええ、瞳は心ここにあらずという感じだ。信じてくれ、俺はあんなおっさんなんか知らねえ。見たこともねえんだ。あいつの言ったことは俺たちを混乱させようという罠に違いねえ。そう説明すると瞳はえっと拍子抜けた声をした。そんなことを気にしてたんですか。え、今度はアチが拍子抜けした。アチさん、渋谷の有名人なんですよね。え、どうだろう。昔 KOK の初代ヘッド、今はゴミ拾いの兄ちゃん。
あんまり胸を張れたものではない。有名人なら名前を知っている人がいたっておかしくないですよ。さっきはびっくりしちゃったけど、あんな男の人になんて言われても、私はアチさんのことを信じます。だって何度も体を張って私のことを守ってくれたじゃないですか。瞳はきっぱりと言った。信じてもらえたのは嬉しいが、そうなると余計に瞳の態度が引っかかる。だったらさっきからなんで黙ってんだ。ちょっと考え事をしてたんです。あの外国人は何が目的だったのかなって。確かに外国人の行動は意味不明だった。瞳を狙っているというよりも杖の男を倒すのが目的だったようにも思える。うん、仲間割れかも、相手を間違えただけかも。仲間割れではないよね、きっと。別の組織って感じするもんな。そうそう。どうしましょう、これどっちかを選んでなんか話が変わったりするんかしら。どうやろう。まあ相手を間違えただけ。どっちもなんか私たちの意見とはちょっと違うような。じゃあうん、仲間割れかも何しようか。はい、うん、まあじゃあとりあえずこっちで。はい、相手を間違えただけかもな。そうでしょうか。アチの言葉は気休めにもならなかった。本当だよ、相手を間違えるなんてありえない。お前やで何かの事情があって外国人は杖の男に向かっていったのだ。決して自分たちを助けるためではない。敵の敵が味方とは限らない。杖の男と外国人たち、その両方から逃げ切れるのだろうか。逃げながら青いワゴンを探せるのだろうか。後ろで子供の悲鳴が聞こえた。アチと瞳が声のした方を見ると、さっきの外国人が小さな子供を突き飛ばしてこちらに向かってくる。休む暇ねえな。うんざりとしながら二人は走り出した。お前にうんざりはいつまで逃げんねん。あの杖の人やられちゃったの。瞳が息を切らしながら言う。かもな。アチは外国人の方を振り返った。え？もう一人いる。追いかけてくる外国人が二人になっていた。杖のやつ一人の方がマシだったな。1対1なら瞳を守り抜く自信はある。しかし1対2の状況となると話は別だ。片方とやり合ってる間に瞳が狙われてしまう。だから絶対に追いつかれるわけにはいかなかった。キープアウト。いや逃亡劇いつまで続くんやろ。本当ですよね。もうだって何時間逃げてるんやろ。2時間かな。まあさっきの選択肢でもう一個のやっときましょう。はい、仲間割れかもな。アチはのんきな口調で言った。共倒れしてくれればラッキーなんだけどな。瞳に疑われていないと分かり、少し気分が軽くなっていた。どっちみち早いとこ青いワゴンを探さないと。そうつぶやいた瞬間、後ろで子供の悲鳴が聞こえた。おう、特に変わらず。はい、今の子供、あの遠山さん、遠山花やと思うな。ああ、やっぱりじゃない？ね。まああとは一緒か。キーパーでね、先生ね。じゃあ次やるのは、タマは今キープアウトやったかな？出たかな？どうだったかな。多分。ただ、あのタマからいろんな人にジャンプできるんですよね。そうやね。いろんな人って二人やけど。タイムチャート行こう。はい。そうやね、タマからのジャンプ行ってみようか。はい、アチの続きね。そうやね、これアチやったよね。みのりかわへのジャンプがあったけど、これやね、うん、いけないよね多分。そうそう、あのこのジャンプの文字が灰色になってるんですよね。うん、灰色やったらいけへんの、おそらく。
そうかそうか、あ、飛ばした。じゃあカップルで遠藤あちと、いけるか、いける、いってみよう。レッツゴー。お、キーボード、素晴らしい。続き読められる。幸いなことに目の前に人だかりができていた。お、なんだ、なんか始まるのか。ストリートファイトだ。路上で行う喧嘩のことは武器を使わず素手で戦う。いくら素手とは言っても怪我をする危険があるので法律上はやってはいけないことになっている。そうですね、いけませんよ喧嘩は。なんか決闘罪かなんかやったっけ。何だったかな、うん、あ、そうか、ここに偶然こう紛れ込んだのか、うん、群衆が興奮した様子で声を上げている。アチは瞳の手を強く握った。手離すなよ。アチと瞳は一人だかりに突っ込んでいった。これさ、はい、のじゃんけんしてたらどうなってたんやろね。人だかりがなくて逃げきれんかったっていう。そうですね、バッドエンドに。ちょっとさ、そっち見てみようか。おー、あ、でもめんどくさいかな。これやろ。はい。で、最終的にしりとりにしたわよね。そうそうそう、したわよねって。しりとりか、あのガチンコファイトやったらあれになりますね。そうそうそう、ね、だからじゃんけんにしといて、で、あとアチの、あ、キープアウトになってる。キープアウトやろ。じゃんけんにしといて、そうか、じゃんけんやったら飛べへんから、うん、なるほど。ああ、そうかそうか、そうですな、なるほどね。うまいことできてるな。はい、じゃあしりとりに戻しておきます。はい、じゃあついでにもう一個試しとこ。みのりかわの話でこの雑貨屋に入る直前のミクと出会うやん。ああ、はいはい。その時に、殴りかかったらミクに乗されるから結局ミクにおぶさってバーニングの即売会場行ったよね。ああ、そうですね、ボコボコに。そう、でもそんなことしてたら